ダイハツミラダイハツミラココアミラココアは、ダイハツ工業が製造、販売していた、ハッチバック型の軽自動車である。その名の通りミラシリーズに属しており、単にココアとも呼ばれる。2009年8月17日、ダイハツの機関車種である7代目、ミラの派生モデルとして発売された。2009年3月に販売を終了した、ミラジーノの後継者でもある。 5ヶ月前に生産終了となったムーブラテの光景と見る向きもあるが、4代目ムーブの派生車種としてコンテが存在しており、ラテの光景はコンテと見る向きもある。しかし、ラテと4代目、ムーブ、コンテは、併売されていた時期があり、ここはラテ、コンテの三車の関係はあやふやである。プラットフォームはミラと共通であるが、ボディは専用となっている。エンジンは、 出力 43kWDVVT 付き自然吸気の水冷直列三気筒系 FB 型を搭載する。他のダイハツの軽乗用車で設定されている。カスタムは設定されていないが、シルバールーフレール、ドアミラーターンランプなどを装備し、専用シートを採用したプラス系が設定されている。プラス系は、 シルバールーフレールを装着しているため、車高がプラス 30mm 高い 1560mm となり、ほとんどの機械式立体駐車場への入庫は不可である。なお2018年2月現在の時点における新車で、購入可能な一連のミラシリーズとしては、唯一、全車にタコメーターが標準で装備されていた。2009年8月17日販売開始。 トランスミッションは、XK 以上のグレードには、インパネシフトの CVT が、LK 以下のグレードには同じく、インパネシフトの4速 AT が組み合わせられ、XK 以上のグレードにはさらに三眼式のメーターパネルが標準装備となる。最上級グレードのプラス G には、日本車初採用となるバックモニター内蔵ルームミラーが標準装備される。 当初の燃費は10.15モードで 4AT が 19.4kmL、CVT が 23.5kmL。2010年5月6日タコメーター付け3眼メーター、インテグレート CD、AM、FM 付けステレオ、エコインジケーター、瞬間燃費計、ABS を標準装備した X スペシャルを追加。同時に、仕様変更を行い、4AT の L と、 プラス L を廃止し、全車 CVT 仕様となる。また、X はプラス系の一部装備が標準装備されたことで、車両本体価格が2万円値上げとなった。2011年6月6日一部改良。4WD 車のエンジンを第2世代系 F エンジンに置換し、燃費を向上。これにより、平成22年度燃費基準プラス25%を達成した。 このほか、平均燃費系を標準装備するとともに、X スペシャルには14インチタイヤを、プラス X、プラス G には、照明付け場にティミラーチケットホルダー、フロアイルミネーション、グローブボックスランプをそれぞれ標準装備した。ボディカラーについては、発売当初の9色から6色へと減らされた。2012年4月9日、マイナーチェンジ。ミライースに採用している E。 S エステクノロジーのうち、新型エンジンと改良型 CVT を組み合わせた、パワートレインと停車前、アイドリングストップ機能付け新型、エコアイドル、エコ発電制御を採用し、燃費が大幅に向上され全車で平成27年度燃費基準プラス20%を達成した。その際、重量調整のためプラス系の 4WD 車から分割化等式、 リアシートが廃止された。このほか、L を除く、全グレードで、グリルバンパーコーナーホグランプのメッキ化食を行い、全車においては、リアコンビランプを LED に変更、クリアクリスタル化するとともに、ハイマウントストップランプも LED に変更、運転時の状況を確認できる、マルチインフォーメーションディスプレイも、標準装備。プラス G は、さらに、バックモニター付けナビと、 花粉除去機能付けプラズマクラスターも標準装備した。ボディカラーには新色としてムースピンクパールを追加した。なお、グレード体系が一部変更となり、従来の X スペシャルを廃止する代わりに一旦廃止となっていた LOCVT 搭載のサイレン化グレードとして復活した。二千十二年十二月十二日ムースピンクパール、アイボリーブラックの内外装組み合わせが、 オートカラーアウォード2013ファッションカラー賞を受賞。2013年4月2日、特別使用者、スペシャルコーデを発表。X、プラス X をベースに、ドアアウターハンドル、14インチ、ツートーンカラードフルホイールキャップを、パールホワイトとすることでアクセントを加えるとともに、内装には、ブラウンの専用シートを採用。さらに、X には、助手席。 シートバックティッシュポケットと分割化等式、リアシートを、プラス X には、ココアエンブレム付け皮巻き、ステアリングホイールをそれぞれ追加。また、ボディカラーにはオプションで、ボディ上部、下部のカラーが異なる、2トーンセレクションを3種設定した。2014年5月8日、特別使用車、スペシャルコーデスマートセレクション SN を発売。 前日のスペシャルコーデの特別装備内容に加え、スマートフォン連携メモリーナビゲーションシステム、スーパー UV&IR カットガラス、スーパーエアクリーンフィルターを追加装備した。なお、スペシャルコーデスマートセレクション SN では、メモリーナビゲーションの HDMI 端子が備わるため、助手席ショッピングフックが省かれる。2014年8月26日2度目のマイナーチェンジ。 ボディカラーを大幅に拡大し、2011年6月の一部改良時に廃止していた、シャイニングレッドと前回のマイナーチェンジで廃止していた、ココアベージュメタリックを復活設定し、新色のシルキーラベンダーアムタリックオパールを追加した10色を設定。これに加え、L を除く、全グレードには特別使用者、スペシャルコーデに設定されていた、 にトーンセレクションをオプション設定し、種類を5種類に増やした。プラス X では内装パネルカラーとシートカラーを各3色ずつ設定し、9通りの組み合わせから選択可能した。また、L を除く前車でフロントバンパーのデザインを変更して、グレードごとに外装デザインが差別化されたことで、外装デザインボディカラー、内装色の組み合わせで、 計160通りのバリエーションとなった。さらに、カタログ掲載のバリエーションに加え、全国を11ブロックに分け、それぞれの地域限定で販売される特別使用者も設定される。プラス X およびプラス X スマートセレクション SN のヘッドランプは LED 化され、リング状の LED クリアランスランプを追加。内装では全車で、 自発光3眼メーターとオーディオフェイスのデザインを変更した。L を除く全車にオプション設定されている2トーンセレクションはパールホワイト塗装の見切り位置を変え、ホイールキャップ中心部をボディ同色に変更することでデザイン性を向上した。プラス X は大型メッキグリル加色を施し、バックドアに装着されているメッキ車名オーナメントをフロントフェンダーにも装着し、 同じ場所にグレード名のモチーフとしたハッピークローバーエンブレムも装着した。また、専用装備としてスモールランプと連動で点灯するフロント LED、イルミネーションランプや高輝度 LED を採用したルームランプ、LED ジュエルランプを装備した。また、被採用の E、S テクノロジーは新たにクールド IEGR や CVT サーモコントローラーを採用したことで燃費を 向上したほか、ファンリラックスドライブコンセプトを導入し、フロントアームブッシュの特性変更による乗り心地の改善やカウル、インパネ裏吸音材の追加により静粛性を向上。装備面では全車にエマージェンシーストップシグナルを、L を除く全車にキーフリーシステムとキーフリー連動オート格納式、カラードドアミラーをそれぞれ装備した。一方で、プラス系の 2WD 車は、 リアシートから、分割加藤から一体意識のみとなった。なお、特別使用者の、スペシャルコーディスマートセレクション SN は、マイナーチェンジに伴い、X スマートセレクション SN、プラス X スマートセレクション SN として、カタロググレードにラインナップされた。合わせて、プラス G を廃止した。2015年4月8日一部改良。X スマートセレクション SN。 プラス X スマートセレクション SN に標準装備されているナビゲーションを6代目ムーブに採用されているボイスコントロールナビゲーションシステムに変更しグレード名称を X リミテッドプラス X リミテッドに変更合わせてリア左下に装着されていたエコアイドルエンブレムが廃止されたほか新たに設けられた平成32年度燃費基準に対応し 平成32年度燃費基準プラス10%を達成した。2016年7月22日カラーバリエーションの整理のため、ボディカラーでのシルキーラベンダーメタリックオパール及びマスカットグリーンメタリックをオーダーストップ並びに廃止。2016年8月海外のスリランカ、ニュージーランド、ブルネー、タイ、香港、マカオ、マレーシア、シンガポール、 ミャンマーで販売される。海外初の軽自動車販売となった。2018年2月生産終了、在庫限りの販売となる。2018年3月30日無印ミラともども販売終了に伴い、ホームページへの掲載を終了。この時点で、ダイハツの軽ハッチバックがミライースだけになったことで、同年6月25日にトコットが発売されるまで、 ミラシリーズが一時消滅した。社名は飲料のココアから来ており、ココアを飲んだ時のホッとする雰囲気から落ち着く車を表現している。ありがとうございます。